シャイニングは1997年に制作されたアメリカのテレビドラマ。スティーブン・キングの同名小説の2度目の映像化になる。キングはスタンリー・キューブリック版のシャイニングについてジャック・ニコルソンによるジャック・トランスの造形や物語の中核になるはずの輝きの存在が希薄になり単なる怨霊ホラーになっていた点に不満を持っていた。そこで自分の理想を実現すべくキング自身の脚本による再映像化が進められた。シャイニングのドラマ化の権利を持っていたのはキューブリックであったが、キングが映画に関する非難をやめることを条件として制作を許諾した。1997年に ABC で放映された。作品自体高い評価を受けてプライムタイムエミー賞作品賞にノミネートされた。DVD はワーナーホームビデオから2003年8月8日リリース。全部で4時間半と長くなることから2枚組となり、1枚目が珍しい両面一層、2枚目が片面一層となり、各面に本編が90分ずつ分散収録された。特典は2枚目に収録されている。ジャック・トランスは自身の持つアルコール依存症及び癇癪により教師の職を失う。そして約1年前に酒に酔った影響で息子ダニーに大怪我を負わせていたことにより家族をも失いかけていた。自身の変わりようを恐れたジャックは妻ウェンディに対してもし今もしを飲むようなことがあれば一人で家を出て行きアルコール依存症患者として生きていくよりも自ら命を絶ちたいとほのめかす。禁酒に努め、作家を目指すジャックは、コロラド州ロッキー山脈内の頃にある、洋式建築物である、オーバールックホテルの管理人としての仕事を始める。ジャックはこの仕事が生活に必要な資金をもたらし、自身の初の劇作品を完成させるまでの時間を与えてくれると信じていた。オーバールックホテルに到着しコック長のディック・ハロランと会うと、ダニーは自身の持つ超能力、シャイニングで言葉を交わすことなく、テレパシーで彼と会話ができることに気づく。同じ能力を持つハロランは、今後ホテルの中で必要になった時には、いつでも助けを求めるよう伝える。その後トランス一家は、他の従業員が帰宅する前に、ホテルの中を案内される。ホテルで生活するうちに、このホテルには悪意のある力が宿っており、それらが不吉な目的のためのダニーを取り込もうとしていることが徐々に明らかになる。この力は点滅するランプや怪奇的な声等を家族に見せることにより明らかになっていく。ダニーは誰よりも早くホテルの悪霊の存在に気づき、恐怖の現場を視覚的に体験させられ、冬の間に遭遇するものの存在を両親に警告する。かつてホテルに取り込まれた結果、自身の家族を惨殺し、自殺を遂げたデルバート・グレーディに率いられた悪霊は次第にジャックの前にも現れ始める。グレーディ及びその他の悪霊はジャックに対して、ウェンディとダニーはジャックを裏切り始めており、彼らを殺害するほかないと教唆し始める。さらにジャックに対してバーを提供し、再び酒に溺れさせる。ジャックが正気を失い始めたことにより、ウェンディは自身やダニーの身の危険を感じるようになる。その後、悪霊に取り込まれたジャックは、次第に家族を襲い始める。テレパシーで、ダニーの身の危険を察知したハロランは、フロリダからコロラドへ向かうものの、到着直後に、ジャックにクロッケーのマレットで襲われ、瀕死となる。一時的に悪霊から逃れ生気を取り戻したジャックに、対して、ダニーはテレパシーで、ホテルのボイラーが放置されていることを伝える。ダニー、ウェンディ及びハロランは爆発を恐れてホテルから脱出する。ジャックは再び悪霊に取り込まれぬよう自分自身を犠牲にする代わりに意図的にボイラーの圧力を下げずに爆発させオーバールックホテルを破壊する。10年後、高校を卒業するダニーの姿は他の誰でもないトニーであった。ウェンディとハロランが出席していたが、ジャックの魂もそこにおり、誇りを持ってダニーを見つめる。その頃コロラドでは、オーバールックホテルが夏のリゾート地としてそびえ立っており、今後犠牲者となる人々を待ち続けている。括弧内は日本語吹き替え版キャスト。名前が2つある役柄は、ソフト版、NHK 放映版の順。この TV シリーズは、スタンリー・キューブリックが1980年に制作した同名映画について、原作者のスティーブン・キングが満足しなかったことにより制作された。ドラマ化の権利を持っていたキューブリックに対して、より原作に近い形での再実写化の許諾を得るため、キングは映画に対する批判を慎むことに同意した。キングは、オーバールックホテルに到着する前から、ジャック・トランスがあたかも正気を失っていたというような描写に対して不満を抱いていた。本作に先駆けて制作された、イット・トミー・ノッカーズ・ザ・スタンドにおけるキング原作小説のドラマ化成功により、制作のアメリカンブロードキャスティングカンパニーはキングに対して脚本の制作を積極的に依頼した。キューブリック版シャイニングにおけるジャック・ニコルソンと比較されてしまうため、キャスティングチームはジャック・トランス役を決定するにあたり非常に苦労することとなった。検討された多くの俳優の中には、ティモシー・ゲイリーやゲイリー・シニーズが含まれていた。キングは非常にイライラした状態となり、ジャック・トランス役がうまくまとまらない場合は、さらに18年待つこととなると周りに脅しをかけた。最終的にレベッカ・デ・モーネーの推薦により、撮影開始のわずか4日前にウェバーが採用された。ウェバーは同じくミック・ギャリスが監督を務めた TV シリーズザ・スタンドのファンであり、脚本について重層的であるとして役を受け入れた。キングはデ・モーネーをウェンディ役として選出した一人であった。プロデューサーは1994年に彼女にアプローチしており、デ・モーネーは脚本に対して、キューブリック版よりも、怖く、不穏で、娯楽性が高いものと評価し、役を受け入れた。この TV シリーズを制作する動機とは裏腹に、本作の演出は、コロラド州エステスパークにある、スタンレーホテルという、オリジナルストーリーを思い起こすために、重要な場所を使用した。キングはそのホテルを着想を得るためのホテルとして、活用していた。さらにいくつかの内観についても、デンバーで撮影された。監督、ギャリスはそのホテルを閉所恐怖症の空気感を演出できるように孤立した状態で描いた。スタッフは、ホテルの闇を強調することによりこれを実現し、ホテルのいくつかの場所を白及び茶で塗り替えた。1997年、制作チームは、デンバーが最も雪に見舞われる時期である3月に、スタンレーホテルで撮影を開始した。しかし、スタンレーホテルがエステスパークエリアのほとんどのエリアと同様に雪が降らない場所であり、すなわちデンバーで最も雪が降らない場所であることに、スタッフ陣は撮影開始日に気づくこととなった。結果的に、彼らはロサンゼルスから送られてきたスノーマシーンのために10万ドルを費やした一方で、撮影日の3日ないしは4日間は幸運にも実際に降雪があった。プロデューサーのマーク・カーリナーは、この幸運な降雪をロッキー山脈の最頂部で、ユト族のシャーマンが儀式を行っていたものによるものだろうと語った。監督の妻であり217号室の腐敗した女性を演じたシンシア・ギャリスや、ミードの演技指導を担当したドーン・ジェフリー・ネルソンらのキャストやスタッフは、撮影中にホテル内で超常現象が発生したと主張した。複数のキャストは撮影を楽しんだ。ミードは以前にもヘルレイザー4等のホラー映画への出演経験があったため全く怖がることがなかった。ジョン・ダービンは彼が演じたホレス・ダーウェンとの狂気を楽しんでいた。しかしウェバーにとっては役を演じることは非常に困難であった。なぜなら撮影は物語の時系列順に行われなかったため、物語の進行に伴って徐々に悪化していくジャックの精神状態をつかむことが困難であったためである。ありがとうございます。